これから少しの時間ですが舞台挨拶をさせていただきます。この時間はカメラとか動画とか何でも OK ですのでたくさん撮ってください。はい、大丈夫です。改めまして町役をやらせていただきました坂崎愛です。よろしくお願いします。このセブンガールズに出ている役者はほとんどが劇団員なんですけれども、私も含めて映画に出るっていうことは初めての経験でした。ほとんどが初めての経験でした。映画館で自分とか仲間が映る姿を見たのも初めてですし、家族とか友達に自分の出演している映画を見せてあげることができたのも初めての経験でした。本当に小劇場で芝居をしてきた私たちがみんないっぺんに夢を叶えることができたのは本当に夢のようですし奇跡だと思ってます。でも奇跡じゃなくてこうして来てくださるお客様がいてご支援応援してくださるたくさんの方がいて私たちの思いに賛同してくださる手助けをしてくださった方がいてデビッド宮原監督のセブンガールズという素晴らしい作品があったからですけども今日は今まで後回しにしてずっと言えてなかったことですが毎日毎日寝る間も惜しんで自分のことは後回しにして本当何ですかねバカみたいに情熱を持って情熱っていうかもう活火山のマグマみたいなそんなものを持って今まで走り続けてくれた映画化実行委員長のそしてなるちゃん小野寺さんこの場を借りて本当にありがとうございました。セブンガールズが私たちのゴールじゃありません。これからの劇団前方後円墳を期待してください。本当にありがとうございました。おかしいな今日猫役の堀川かてらと申します。そうですね、数ある映画の中から本当セブンガールズを今日選んで見に来ていただいて本当にありがとうございます。私もそうですね、ケイズシネマさんから始まって、いくつかたくさんの映画館の方たちに上映していただいたんですけど、なんか初めはこう足を運んでいただくっていうのが申し訳ないっていうなんか気持ちだったんですね。なんですけど、いろんな映画館の方たちにお上映していただけるようになってきて、途中からも本当一人でも多くの方に見ていただきたいっていう気持ちに変わってきたんですね。っていうのもSNS 上とかでやっぱり皆さんのさっき愛ちゃんも言ってましたけど皆さんの声とかを聞くたびにやっぱりこう皆さんも一緒にこうセブンガールズを届けて行ってくださってるんだなっていうのを実感し始めて本当に一人でも多くの方に見ていただけたらなって今でも思ってます。ジャッカーのベティさんは今日で最後ですけどもまだまだこれから見ていただけると信じてやってますのでこれからもどうぞ、セブンガールズをよろしくお願いいたします。マナ役をやらせていただきました足立香穂です。本日はありがとうございます。ですね、ちょっとさっき愛さんも言ってたんですけど私は劇団前方後円墳の中で一番後輩なんですけど本当にこの先輩たちが大ちゃんセブンガールズを世に出したいってい こう一心で本当に、ロケ地探し初めのロケ地探しもそうですけど今の広報活動に至るまで本当に何努力といいますか何というかこう本当に私が非力だなって思ってしまうほど本当にすごい行動力がすごくてですね本当にそうもう偉そうなんですけど本当勲章を贈りたいと思ってしまう本当にもうなんか
先輩たちがすごすぎて。いや、本当私役立たずで申し訳ないなって、もうずっと思ってしまうほど、ほんセブンガールズへのこう思いがすごい熱くてですね。で、それ熱い思いが、まあ、見てくださる皆さんに伝わって、また皆さんがこう応援してくださって支えてくださってっていうのが本当にもう嬉しくて、本当にありがとうございます。会社ばかりです。本当にありがとうございました。成瀬凛太郎役をやった小野寺です。今日は役者としてでいいかなと思ってます。まあ、いろいろ言ってくれてありがたいんですけど、僕みたいなものはあのちょっとバカなんですね。まあ、僕はまあいい年なので、僕が高校生の頃バブル、まだバブルの時代で、その頃ですね、大学行かなかったらお前将来ないよって言われる、そういう世代です。で、まだバブル崩壊してないんで、大学行かなかったらもうダメだよって言われてました。で、そんな時に僕はあの高校卒業する時に、まあなんていうんですか、ひねくれ者なんで、高校なんか行きた、大学行きたくねって言って演劇の世界に飛び込んだんです。なので僕は役者になりたいと思って役者になった人間じゃないです。ですが、あの18からですね、今まで26年間もうただ演劇青年でですね、いろんなことを覚えました。舞台監督もやって、照明もやって、音響もやって、大道具もやって、役者もやって、台本も書いて演出もしてって、もう何でもかんでも、とにかく自分が芝居をやるためだったら何でもやろうと思ってました。それがまさかこの映画制作に結びつくと思わなくてですね、そういう僕の何て言うんですかね、長い青春みたいなものが全部ぶち込めたなと思ってるんですけども、僕があの今日最後なんですけれども、皆さんにお願いしたいことはですね、このジャック&ベティという映画館なんですけれども、支配人、副支配人、あの見ていただけると分かると思うんですが、若いです。あのほぼ僕と同じ世代なんですね。で、支配人が20代の時にこの映画館を引き継いだんだそうです。で、12年間ですかね、ほぼ12年間、最初はお客さんが一人も入らない時もあった。それが今は2000人とか会員がいるような、もう全国でも有数のミニシアターになってるんですね。で、僕はこれを、僕がこの映画館、映画セブンガールズに込めたように、30代の全てをですね、一つの映画館に、映画という文化を街に根付かせるために頑張ったということはですね、すごいことだと思うんです。なのでセブンガールズは終わりますが、明日からもここで映画上映します。この後も映画上映します。ぜひ帰りにパンフレットを手に取って、面白い映画やってないかなって探してください。僕らの映画が一つでも何かこの街やこの映画館に残すことができるとしたら、それだけだと思ってます。長いことを上映してきましたが、今のところ予定はございません。今日までどうもありがとうございました。皆様にはお残りいただいて、本日はパンフレット、Tシャツで販売しております。サインもしていただけますので、よろしければお願いします。